何？情報が入ったぞ。なるほど、そういうことだったのか。アルパパです。はい、今日もですね、フラッシュの前にお送りさせていただこうと思います。今日もやっていきましょう。まあ、気を取り合わせてね。ですね、今日はですね、こちら、無課金トロアゲド、よいしょー、笑えないレベルのトロフィーにね、もう来ております。これ何を隠そう、あの某有名クラロワ実況者のドルさんとよりトロ高いです。はい、こんな感じでね、最高トロ3977というところから、はい、もちろんね、使うデッキは迫撃でございます。やっていこうと思います。はい、いやー、ちょっとね、これマジで緊張すんな。もうね、今日こそは4000いきたいと思います。あー、どうしようかな。本当にこのテスラに変えてから結構強くなったんですよ。で、レベルの暴力ってのはもちろんあるんですけれども、あのテスラがね、まだレベル10なんだけど結構使える。ただガゴとね、ガゴ群れがあのなんだっけ、テスラでワンパンできないんで、その辺がねちょっと苦しいところではあるんですけれども、さあやっていくか。めちゃくちゃ緊張すんな。なんかね、レジェンドの時よりもなんか勢いでいけるかなと思ったんで、なかなかね、そうはいかないということでね、まあここまでやっときたんで、よし、いくぞ。よしよしよし、よし、ちょっとね、言葉数少なくなるかもしれないで、ね、ご了承ください。はい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 、中国クランかな、なるほど。あー、12レベか。12レベね、結構きついんすよね。嘘、ちょっと待って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 、出た出た出た、ちょっと待って、ちょっと丸太を回したいけど、これでいっとくか。よし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 、ちょっと待って待って、ゴブギャンも死なないってある、これある、こんなん。ちょっと待って、今後の課題ちょっと見えてきてる。まあ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 、次行きましょう。めっちゃ折ってる、めっちゃ折ってる、めっちゃ折ってる。だからあれだよね、格上って嫌われんだよな、こんな折るから。今まで申し訳ございません。最後いくぞ。よし、次こそちょい上ぐらいあったらいいから、ちょい上でお願いします。まあまあ、そこそこの手札からの、おっと、まだな、まじ、ま、あの復活まだ。おお、今回なんかすげえタルゴブで、なんかタルゴブをさ、丸太で処理できるってなんかすごい幸せなことだね。あれだよね、あのさ、風邪を引くとさ、健康のありがたみがわかるみたいな。ちょっと待って、さっきの劣化版って感じですね、これ。レベル的にね、技術も劣化してほしい。さあ、丸太がなくなったところにつけるかも。とりあえず安牌様子見ですからね、最初ね。あー、ちょっと失敗した。アイスピ出してやる。オッケーオッケー、悪くない悪くない悪くないよ。タワーレベルももうもはやね、一つぐらいなんでイーブンと一緒だよ、こんなん。12だとさ、ユニレベカンスト勢出てくるから、マジちょっとそれだけ丸太がね、レベル2にしないとダメだね、これね。どうやってすんですか、無課金でレベル2。さあ、その上でもテスラあげたいな。アイスピがワンパンできないと。なるほど。ここナイトで防衛からの、ナイトはね、俺もレベル11なんですよ、ナイトアーチャー。で、丸太で、おっと、丸太でね、これ防衛できるの嬉しいっすね。普通のことが嬉しいわ。いい感じ、これ相当いい感じじゃない、これ何気にこれ相当いい感じじゃない、いったんじゃねこれ。よしよしよし、これはちょっと勝ちたい。雪辱を、雪辱を。あー、どうしよう。あー、やばい、失敗した。これだこれだ、俺の悪いところ、悪いとこ出た、悪いとこ出たよ、悪いとこ出たよ。落ち着いておこう、落ち着いておこう一回。迫撃かましのロケットか。はいはいはい、もはや美味しいんじゃないか、これロケット実は。アイスピン投げてないとかして、これどうしよう、これどうしよう、とりあえず処理ね。
あ、アイスクヨシですね。テスラ当たってでもいいけど出てくる。ああいいでしょうか、あれか、楽しそう。うーん、どうしようかな。あの白衣に巻き込むために沈めないか。オッケーオッケーオッケー、非常にオッケー、非常にオッケー。丸太早く早く、丸太早く丸太早く丸太早く。オッケー、あープリンセスが邪魔。どうしよう、これ迷ったな。迷いはちょっと禁物だから、これでとりあえず抑えつつ。あーダメか、ちょっと今の痛いな。あと44秒。はいはい、いけるいけるいける。思ったより刺さってないな。つけよう、つけよう、つけよう。オッケーオッケーオッケー、素晴らしい、オッケー素晴らしい。もうダメ。あーやめて。まあ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 、いいでしょう、いいでしょう。エリアドの神様としてはいいでしょう。あー直線的に出す。よし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 、インフェ出てくんの。あーなるほど、インフェ嫌だなこれ。オッケー、ノーダメ。あーでも時間切れか。くそ、ほらほらほら、くっそ、悔しい。もうちょっとなんだけどな。とりあえずもう一回行くか。ガンガン行きたいと思います、ガンガン行きたいと思います。よし行こう、よっ、よし、ふぅ。あーレベル12か、マジか。なんかさっきのあの丸太効かない事件がちょっと思い、もうトラウマのように。あ、待って、こうやってセスラでこういうのがレベル結構忙しい。あーやばい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 、ちょっとミスった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 よって。ちょっと待って、ちょっとおばあちゃん、おばあちゃん、ちょっとちょっと待って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 、ちょっとまずい、ちょっとまずい、ちょっとまずいよ。あっ、なんだ今の。ポルターガイストです。はい、くっそー、ちょっと待って、負け、え、負け、引き分け、負け、やべえ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 。ガチでいこうガチでいこう、このままじゃ動画が成立しないよ。ちょっと待って、マジだよこれ。よしよしよし、とりあえず安パイしよう。よし、オッケー。え、これは何、これそういう感じ。オッケー、ハゲメントして。悪くない悪くない悪くない。え、今のどうした、矢の雨打ちたかった。ありがとうしかないけど。じゃあ一回スケルトン出しつつ、とりあえずテスラ迫撃のスタイルを作れればなんとか、これ繰り返すけど勝てるんじゃないかって説あるよね、この相手に対しては。マジロイジャー減ったね今ね。あーなるほど、あーなるほど、立てたか。よし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 、完璧完璧完璧だよ。これでいいです。ちょっとね、あれだね、最初に潰しときゃよかったね。さあどうする、さあどうする。まだ俺ノーダメだ。こっから慎重に行こう慎重に行こう。これでうーん、スケルトンかな、うーん、スケルトンとか。で、スロッチを出して一旦防衛しつつ行きたいと思います。この引っ張られるかな、大丈夫。そしてアイスピ嫌いっていう、アイスピ嫌い。よし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 、いいぞ。で、ナイフをしてください。よし、オッケー。ちょっと待って、左くんの、ちょっと待ってよ、これはちょっと聞いてない、これはちょっと聞いてなかった。ちょっと待って待って、どうしようどうしようどうしよう。右も左もやばい。あー痛い痛い、ちょっと待って、勝つ、ちょっと待って。待て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 、落ち着け落ち着け、ダメージリードは取ってる、まだ。よくよく、これは美味しい、これ美味しいよ。あエルビス入ったのかね、マジか。詰まった、勝てる勝てる勝てる試合だこれ、勝てる試合。相手は絶対あのなんだ、結構ね暴力的な出し方してくるから、ユニット絶対勝てるはず、冷静に言ったら。よし、とりあえずファイボに巻き込まれないテスラの、逆サイから出して、ナイス食べてもらう、左側プリンスの右側アイスで、OK。
あー、これは、これはやっちまったんじゃない、これ、これやっちまったんじゃない。ロケット花火ちょっと急ぎすぎでしょ、これ。嫌がってるね、相手ね。嫌がってる。これいけるよ。いけるわ、これ。よし、オッケーオッケーオッケー。最後は、最後は、どうしようかな。あー、とりあえず棒をしっかり防衛して、これを何だろうな、ピンチを取って、これ、あと白衣一発ぐらい入ればね、もう終わりでしょ。一発か二発か。よいしょ、もう一発。あ、ローリングと、オッケーオッケー、来たな。よっしゃー、あ、俺やっと勝った。やっと勝った。危ねえ、マジでちょっとビビるわ。マジでちょっとビビる。もう一回行こう。もう調子に乗ってるよ、調子乗りましょう。よ、なんだこれ。おし、オッケー。さあ来い。よし、ラスト一戦。ちょっともうね、ちょっと疲れてきました、精神的に。よしよしよし。敵は2、マジか、12か、マジ、カンストだけやめて。カンスト勢だけやめて。うわ、ちょっとアーチャー13だぜ。これはちょっと待ってよ。アサシンのか、なるほど。レベル6。まあそりゃそうだよね。だって買われる12だもんね。とりあえずテスラでとりあえず安牌で守りつつ、ちょっと攻めにペッカを使ってくる人そんなにうまくない一説って、ちょっと若干俺の中でちょっとあるんだけど、攻めの段階で、ね、のペッカを使ってくるってことは結構ね、待てない人なんですよね。カウンターをだから要するにやりやすいっていう。おっと、この、ああ、いいね、いいね、これはいいぞ、これはいいぞ。多分エリクサないでしょ、向こう。あるんだ。意外に対してこれが OK でしょ。OKOK。冷静にいけば勝てる相手だ、これ。冷静にいけば勝てる。OK、ダメージリード。ここは、おっと、出てきた。アサシン言うの嫌だよね。ね、これ一回ね、エリクサ貯めようと思います。ここで追従するしてもあんまりうまみないですね。一回組み立て直します。できれば向こうの攻撃を待ちたいんだけど、あー、ちょっと手札悪い。アーチャー出し、とりあえずね、スケルトンで囲む。オッケー、オッケーじゃない。何やってるこれ。これはトルネード使う？いや、ただしこれね、4コスに対して8コス使ってるので、結構悪くないと思いますね、防衛的には。やるなってことで、よし、ありがとう。ありがとう、よろしく。あ、これは美味しい。これはやっちまったんじゃない？ジャミルさん、ジャミルさんやっちゃったんじゃない、これ。これ冷静になれば勝てる、冷静になれば。ただし、あ、なんかミラミラ、マジのミラミラ、リスキーすぎない？ちょっとこれ、ここでのミラ相当エリアと取れちゃう、これ。大丈夫？敵の心配しなくていい。これは勝ったかな、これは勝ったんじゃないか。オーラがちょっと出てるけど、どう？ペッカそこに出してもどうせ無理、どうせ無理であろう、どうせ無理であろう。頼む、やめろやめろ、まとめるな、まとめるな、まとめるな。いや、でも結構食らわしてねえな、あんまり。どう？あ、なるほど、ミラー出てくんのね。マジかマジかマジか。これはね、このミラーの雑なんで、ミラーってさ、リスクしかない気がするんだけど。本当に使い方間違えるとさ、マジこれで終わりでしょ。よし、これで白撃入る。 OK、 もう一回 OK、 来た。よっしゃー、下がった。いや、ミラーはマジでね、リスク高いよね。もう上手い人使わないとね、かなり使いこなせないんじゃないかなと思います。はい、あー、よかった。ていうか4000いってない。まあ、最高トロシー、最高トロシー。最高トロフィー更新ということでね、今日はね、ちょっと終わらせていこう、いただこうと思います。はい。どうしようかな。ちょっと今考えてるのが、動画で4000目指すか、それとも生放送で4000を目指すか。悩んで。でもさ、生放送の場合、沼らないとさ、すぐ終わっちゃう。一戦で終わりだから。やっぱ動画なのかな？ちょっとわかんないけど、今後でちょっと考えてやっていきたいと思います。まぁ、ちょっとね、レベル、キングタワーのね、レベルが10っていうのはね、なかなかいないので、なかなか勝ったり負けたり、ローリングッドでね、ゴブギャンとかさ、タルゴブとかさ、処理できないとなると、マジできつい。まぁ、その辺をね、ちょっとね、まぁ、言っててもしゃあないから、ちょっと頑張っていきたいと思います。はい。というわけでね、次回完結させますので、必ず、きっと。はい。応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで今日はですね、
無課金トロワゲドをお送りさせていただきました。今日の動画が少しでも面白いなと思ったらこちらからチャンネル登録、あとグッドボタンお願いいたします。あとこちらからですね、2本おすすめ動画貼っておりますので、めっちゃ面白いのでよかったら見てみてください。というわけで今日はですね、気持ちを新たにクラロワ動画でございます。ご視聴ありがとう。